村上鎮と申します現在あのシリコンバレー本社のですねリンクトインというビジネス専用 SNS の日本の大臣の代表をしております転職をじゃあ考えてみようかなと思うのはもう動機は人それぞれだと思うんですねこれはもう本当にあに全部が正解だと思いますなんでどの理由が良くて悪いっていうのはないと思うんですね多分ご自身がこの変わりたいっていうふうに思った あことがもうすでにですねこの動機になりうるのでえまずはあのそこによく向き合いましょうとでその中でやっぱり年収を上げたいのかもしくは働き方を変えたいのかあもうちょっとこの家庭に、えー、時間を割きたいのかとかいろいろ出てくると思うんですね。その中であの1回のの転職で全てを叶えようとしなのでまずは一番大事にするべきもの動機としてですね 一番今回の転職で何を実現できたら自分はハッピーなのかというのを1つだけまず選びましょうとこれ難しいと思います大体いい3つぐらいまで絞れるんですけどもその中からさらに1つに絞ってくださいそれが今の時点であなたが一番重要視していることなのでまずは転職で最低限これを叶えられたら、まあ、成功だと今回の転職が成功だと言えるとでプラスアルファでですね、まあ、2個3個いけたらこれはもう万々体で大成功というようなまず感じていきましょうと。 なののででこの理由はももう何いいいと思いますただ一つ気をつけていただきたいのはこの1個に絞るっていうこととあとはそのポジション思考と本書で言ってますけども要はこの今の自分からどこに向かいたいのかっていうここの部分ですねを事故の振り返りの後にしっかりと見定めた方がいいと思うんですね。でこれはですねもう実際求人票にたくさん出てますのでこういう仕事がしたいこういうポジションに就きたいというところ。 で今まではどうしてもね総合職だったので会社でで選びがちなんですよね。こういう会社に行きたいなああでなんとなくこうマネージャーぐらいだったらいいなっていう曖昧なところなんですけどもそうではなくて一回会社を辞めて、えー、もうこれからジョブ型号になってくるのでこういうポジションでこういう役割を担ってこういう達成をしたいと。 いいうところから始めていくのが大事かなとでそ,の後でそれを実現できるいい会社ってないかなという順番これをまさにポジション思考と言ってるんですけどもこの考え方をしっかりとやるのが重要かなと思います。